皆さんこんにちは。今回は東陽町駅から清澄白河駅まで在宅太り解消のために歩きました。 Google マップだとこんな感じのルートの予定です。ただしあくまでも予定なので道を間違えて遠回りしたりしてますがご了承ください。東陽町のモンシェールというパン屋さんの工場です。工場ですが直売もしています。なんと24時間営業です。売り切れ次第終了なのでご注意ください。私はまだ食べたことがないのですが、すごく美味しいと評判なのでぜひ食べてみてください。こは木場公園です。東京都江東区にある都立公園で、都内ですが非常に大きな公園です。公園の中はイベント用ステージやテニスコート、池などがあり、休日になると多くの人が訪れてピクニックなどをしています。またバーベキューができる広場もあり、バーベキューセットの貸し出しなども行っています。残念ながら現在はコロナの影響でバーベキューは営業停止となっています。ここはブルーボトルコーヒーというコーヒーの専門店です。アメリカ、日本、韓国、香港などで約100店舗を展開している有名なカフェです。ただのカフェではなく、コーヒーに関するさまざまな内容のクラスを受けることができるトレーニングラボも行われています。から清澄白河駅周辺です。道路の左右には雑貨店や飲食店がちらほらあります。深川飯が有名で、ご飯の上に大量のアサリなどが乗っている丼です。アサリが大好きな人はぜひ行ってみてください。ここがゴールの清澄白河駅です。東陽町駅から清澄白河駅まで約35分でした。急な坂道や舗装工事がされていない道などはなく、すごく歩きやすかったです。皆様ご視聴ありがとうございました。道中ではありませんが、近くに清澄公園があったので来てみました。小規模な公園ですが、緑に囲まれていて、中庭を中心にぐるっと一回りすることができます。清澄白河駅周辺は弁当を購入できるお店が多くあったので、お弁当を購入し公園内で食べると良いかもしれません。